はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カプチョビットは始めていきましょう。この程度ハマーツ戦ですね。3位の強いチーム、緑が今度は使えてるね。変わってユーナが出ます。そしてアヤカも2位と3位との対決です。ゼータ。フレッシュキック、うまくいかないですね。チャンス、1対1、くるみ先生。やりました。まずはフランカ・リバーズが先取点を奪いました。いいですね、このストレート1対1。しっかりくるみは決めました。日本からくるみ、これは要注意です。相手のクルミだ。ちょっと守備陣が3人いたからな。チャンス、ここに蹴ってしまってもよかったかも。これは危ない。おっ、ピンチを逃れて、前半終了です。誰も使えてる選手はいません。このまま後半に入ります。だがこれはさすがに決まらなかった。そうそう、交代かな。全部中盤を変えましょう。
危ない。あーっと、抜かれてしまった。これはピンチ、本丸。危ない。突っ込めました。相手をスローインです。おお、フリーキック。ほぼコーナーキックと変わらないですね。さあ2点目が欲しい。リフレッシュされた中断。もう1点差ってことで超攻撃的布陣になってきました。冷静にボールをキープしたいが、うん、あーっと本丸に渡ってしまったが流れる。そして逆に攻める。ここで試合終了のホイッスル。クランガリバーズ勝利です。これですよ。これが本当に一番危なかった。このフリーキックも、キーパーがなんとか防ぎました。キーパーの頑張りが本当に強かったな。たびたびのピンチでした。これね、あ、これ。ゴール前まで迫られたんだ。なんとかディフェンダーで守りました。この本丸、やばかった。節子が返した。シュートは、ホースは圧倒的に相手の方が多いですね。攻撃耐えまして、1対0で勝利です。はい、2位のままですが、メンソーレナハ引き分けたのかな。1点差に詰まってます。さあ次はバクラワ戦ですね。見ましたが、Sが多い。本当に強い。まあ、勝てばすごい。引き分けてもまあ、顔漫画が、2戦に勝てば、チャンスはまだあります。なぜ、全員横一戦ですからね。グループ B、グループ A は。はい、ということで、次回バクラワ戦をお送りいたします。
よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。よろしければ、そのツイッターの方のお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。